神対応を極めようお,お願いします。簡単に言いますと、箱の中にセリフが入っておりまして、そのセリフに対して神対応で発言をお願いしますと。はい、まあ、男前を目指せ、男前と言ってる割には、というか、ジャニーズウエストでジャニーズと言ってる割には、ジャニーズ発言をしてないと。え、思われてますので。どっちが えっと、どっちがってどういうことですか <laughs> 両方ええ、両方です。両方これでも辛いのはわかるよ。結構恥ずかしいし、うん、男二人でラジオしててこんなことやってるの、ちょっと恥ずかしいのはわかんないけど、資源も6月ぶりやん。6月ぶりです。やりま俺毎回これやってるから。あ、そうなんや。そうですよ。じゃ神対応先輩やえっと、まあ、はい。じゃあやっていきましょうか <laughs>。ごめんなさい、ごめんなさい。ほんまごめんなさい。<laughs> <laughs> でも俺はね、これ大事だと思ってる。そうそう、大事、大事。神対応をあれしてるテレビとかもあるし。うん。あ、そうやん。いや、今のこの時代は。うん。神対応すかなんでちっちゃく出たのそういうの大きい声でちょうだい。神対応すかわかりましたやっていきましょう。じゃあ、まず、シゲから行きますか俺ら行くっすかうん。せ俺から行くっすかじゃあ俺から行きましょう。これじゃん俺から行きますょう。え、ちょっとなんか。え行くシゲ行かへん。なんでスタッフさんに行くやねん行かへんやろ。じゃあ、シゲちゃん行きましょう。お題なんでしょうか 満員電車で、食べかすをまき散らしながら、ワッフルを食べてる女性に言う一言。うん、うわ外出ろしかあら <laughs> こんなもん。<laughs> それをこう優しく、えむずすぎるやろ、これ。えー、わ、まあ知らん人にしようか。うん、うわー、でもこう難しいね。難しいよ、いワッフル食べてて。ワッフルいや、みんな見てる。いきますよ、うん さあそれではで、ね、マイデ前ションで、食べかすをまっすらしながらワッフルを食べてる女性に一言どうぞちょっとちょっとお姉さん。こ、うん、んなみんな見てる前にそんな、ワッフルなんかいっぱい食べて、ほら。パッチ当がってるやんか、ほんまもう。もうこんなん、な、ワッフルは、外で食べるもんやからな。終わりでーす <laughs> あー <laughs> なんぼ出てくれい, <laughs> いや、これは難しい。 パイセンちょっと見せてくださいちょっと待って、俺も引かしてや。パイセンがちょっと待って、ワッフルで、ワッフルで。うん。はいはい。お、早い。はいはい。ほら次。こいの、次の大根が。いや、これでやれワッフルでやれえ、すごい出たん出るよ。じゃあ、え、満員電車で食べかすを巻き散らしながらワッフルを食べてる女性に言う、び太応の一言、どうぞすいません。めっちゃ美味しそうですね。でも多分これ、みんなの前で食べたらみんなお腹減っちゃうんで、今はちょっとそっと隠しといてください。 ありがとう。噛みたよか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 みたよ番みたよ噛みたでえそんな。ま、こういうことやと思っいや、すごいわ。あの、ソフト。その、やめろとは言わんっていう。かどないし。うん。いいかもしれへん。じゃあ、もう一回、もう一回やってください。なるほどな。わかった。そういうの、俺使うんだわ。うん。攻略法。わかりましたよ。ソフトやな。そう。ソフトに。ソフトに行くのが大事。女性はそんなもん。 デリケートだな。心を傷つけたがもんな。<laughs> さあ来い女性用何やと思って初対面だと思って挨拶をしたら、実は前にお会いしたことあるんですーと言われた。お <ー S 2> 初対面だと思って挨拶したら、実は前にお会いしたことあるんですーと言われた。何回言うねん。えいや難しい。これでもよくあるかもしれないし、これから社会に出た時って、いろいろね、名前とか顔とか覚えられへん時もあるから。うん、え、実際やってみる女の。うん。え、じゃあ俺が挨拶するって、あ、一緒に。うん、うん。あ、 はじめまして、どうも、しげおかです。こんにちは。すいません。あの、この前、実は、お会いしてるんですよね。あ前えあ、たあ、あ、これでした。でも、あん時よりめちゃめちゃ綺麗になってますよね。わからへんかった。正解うまいやったーうまいよっしゃーでもすいません、僕男性なんですけど。男性なんすかちょっとほんま、ちょっと、秋田ほんま頼むなあでも、正解正解すごい正解やろいや、答え出たわ、これ。すごい。俺もいけるわ。いけるいける。 もう一回行っていいよいいよもう俺もう神対応の階段を駆け上がってただ俺乗し上がるでいい行こうぜ先輩にお腹がいっぱいなのに締めのラーメンを勧められたどうやって断るお腹がいっぱいなのに締めのラーメンを勧められたどうやって断る断り方ねお腹いっぱい先輩の先輩先で勧められたいきますかはいそれでは行きましょうお腹がいっぱいなのに締めのラーメンを先輩に勧められたらどうやって断るどうぞ あ、すいません。あのー、すごいね。今、あ、いや、分かってます、分かってます。あのね、美味しそうなんですけどね。あのー、どっちかというと、いただきたいのは、こっちじゃないかな。<laughs> えー、違いまーす違いましたー転げ落ちたー <laughs> 自分で駆け上がってすべて落ちてた。ガシャガシャガシャ。俺が駆け上がった階段に、上なかった <laughs> <laughs> 締めのラーメンに、これは、 異性の先輩にってことやなまあそうです、ね。あ、異性じゃなくて民ん別に。まあまあ異性やったとして、女性の先輩に勧められた場合、うん、すみません、今お腹いっぱいですと。あ、それはもう言っぱいです。もうぶっちゃけお腹いっぱいです。うん、ただこの締めのラーメンもめっちゃ美味しそうなんで、もう一回先輩とここのお店行きたいです。ぐらいじゃないはい。天才。じゃあもう次のデートもできると。天才。<laughs> <laughs> 彼は天才です違うねって。もう毎月毎月やってるから、こういうのも濡れてきたやん。怖い。え、マジで、ええ。 パッと出てくんねんな。うん、パッと出てくる。まあ、俺ぐらいのクラスになるとな。出ました。<laughs> すごいです、この方は。ほいきますよ。最後言って、これもバシッと決めて終わろう。俺が言うのうん。あ、もうこんなん一番やりやすいよまで、思で好きな人に、自分以外の人のことを好きだと相談された。どうするいや、お前、あ、そうなんや。えー。ズキュンはい、ジングルでーす。<laughs>